それではゲストにお話を伺います。この時間はマネック証券の吉田久さんです。吉田さん、こんばんは。はい、こんばんは。はい、よろしくお願いします。はい、さあ今日のテーマお二つですね。はい、日銀緩和見直しなら円高になるのか、そして介入を始めたら円安はいつ終わるかということでお話ししていただきます。吉田さん、渡辺です。よろしくお願いします。はい、まずちょっとドル円を伺う前にですね、先ほど ECB 理事会がありましたので、ECB が25ベーシスの利上げを決めました。そして今、まあ、いろんな経済指標とかもあったんですが、ユーロとしてはドルに対して、売られているという状況ですけど、この ECB まずどうご覧になりますか。そうですね、まあ、利上げをしてそのドル の材料っていうのを、ね、抜きにすると利上げしてもこうユーロが下がっている形になっているわけですよね。はい、でそれは、まあ、最近の傾向からするとスタグフレーションと、うん、にインフレが進んでいるけれども、一方で同時景気後退も起こっているから、だからこれはユーロ売りなんだという話になっているんでしょうけれども、うん、はい、まあ、分からなくはないですけれども、そう言いながらもうすでにユーロって先週までに8週連続陰線なわけですね。8週連続陰線、はい、要するに2ヶ月ずっと下がってるわけですよね。はい、そうですね。だから僕はまあ、スタグフレーションだから2ヶ月下がってきたんでしょうと、うん、スタグフレーションだったらもまだ下がるかっていうと、それは別なんじゃないかなというぐらいに思うので、うん、まあ、そろそろ普通に言ったらですね、週足の連続記録が、まあ、10週以上とかなるのってなかなかそんなにないので、うん、もう先週までで8週ってことは、要するに今週か来週普通にはやっぱり要点する、うん、ユーロが要点に転換するっていうタイミングだと思うので、だからスタグフレーションっていうのとは別にね、ここからさらにどん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 上がるということではないような気がしますけれども、はい、で一つお話したいのが鍵に握っているのはやっぱり原油高なんだろうなと。原油高、はい、原油高いですけどね今、はい、そうですよね、はい、原油高ってヨーロッパとアメリカにはやっぱりプラスマイナス正反対の影響を与えやすいですよね。はい、うん、ヨーロッパ経済には悪影響で、アメリカはシェール原油以降はやっぱり世界一 の原油生産大国ですから、ある面でやっぱり原油高っていうのはプラスの要素もありますの で最近やっぱりこの1ヶ月以上そのロシアの減産とかオペックの減産とかということで、うん、原油高がこう年初来に高値を更新して進んでますよ。はい、でそれが、まあ、ヨーロッパ経済に悪影響って話で、うん、スタグフレーションみたいな話になってると思うんですけれども、ええ、僕はですねこの原油高って、まあ、そんな長くは続かないんだろうなと、うん、で結構やっぱり重要なことっていうのは、原油高っていうのは得てしてそのオペックとかロシアとか生産国の原油生産国 の増減産で、ね、決まるみたいな受け止め方をされるところがあるんですけれども、はい、そうではなくて、原油価格のトレンドっていうのはやっぱりむしろ需要との関数なんですね。需要との関数、はい、要するに世界景気ですよね。世界景気、はい、景気が強いと原油高になる、景気が悪いと原油高になる、供給要因の影響っていうのは、うん、かなり一時的に終わる、はい、でそれを証明したのが去年のウクライナ危機以降のやっぱり120ドル130ドルまで原油が高騰した局面でしたよね。はいはい、うん、あれって、まあ、今でもこうやってウクライナ戦争続いてるんですけども、ええ、結局ご覧の通りその後は暴落してこうやって100ドルを大きく下回るところが下がる、はい、つまり世界景気で説明できない供給サイド、うん、ウクライナ戦争、ウクライナ危機ということに伴う原油高というのは、うん、一時的に終わっているわけですよね。はい、今もその世界景気、需要サイドで説明できる水準を超えた原油高になり始めているので、うん、僕はこれはそんな長くは続かなくて、ただそういう一時的な原油高が先ほど言ったみたいにそのユーロ安、ドル高要因になっている、うんうん、でそれがもう8週続いているということになるとですね、そろそろなんかそういう一時的な原油高を中心としたユーロ安ドル高っていうのも転換点が近いと思ってるんじゃないかなというふうには思います。うん、
わかりました。引き続きドル円の話を伺っていければと思いますが、まあ、日銀が緩和を見直したらじゃあ円高になるのか、それから為替介入始めたらどうなるのかというあたりから伺えればと思いますけど、まあ、植田総裁が読売新聞でいろいろ喋って、まあ、緩和の見直しが前倒しされるんじゃないか思惑で一旦円高に触れましたが今円安っぽくなってます。このあたりどうご覧になられてますでしょうか。そうですよね。上田総裁のインタビューをもって日本の金利は10年債利回りは 0.7% を超えるまで上昇したわけですけれども、はい、日本の金利が上昇したけれども円高は一時的で円安に戻したというのは1ヶ月前にも見てますよね。はいはい、うん、7月28日の日銀会合で政策調整があって修正があって、はい、日本の10年債利回りが、ね、0.6% を超えて上昇した局面でも、うん、瞬間的にはなんか円高に反応しましたけれども、はい、もうすぐに円安に反転したら今に至る円安がこう続いてきたわけです、うん、はい、それと同じなのでじゃあなんでそうなってるかというと日本の金利は上がりましたけれどもアメリカの金利も上がって金利差拡大したので結局で、ね、うん、8月以降こうやって円安ドル高になってきてるわけですよね、うん、で注目していただきたいのは僕が好きでよくこの番組でもご紹介している日米の10年債利回りのグラフを重ねたものですけれども、はい、こうやってご覧いただくと特に7月末にそのさっきお話した政策修正があって、うん、赤の列線グラフ日本の10年債利回りがこう大きく上昇したあたりからというのはアメリカの10年債利回り の動きとかなりやっぱりそうか、うん、細かいことを見ると相関性の高い状況についている。はい、これを見ると日本の政策日銀の政策修正で日銀の日本の金利が上がってきたのか、うん、アメリカの金利が上がってるからそれと一緒に上がってるのか、うん、僕から言わせると後者なんだろうなと、はいはいはい、思うので、まあ、そもそも日本だけじゃなくてドイツの金利もこんな場合にアメリカの10年債利回りと値動きがほとんど重なって動いているので、はい、日本とかドイツの金利っていうのは長期金利に関してはアメリカの金利で決まっている面がかなり あると思うので、うん、こういう動きになっている、はい、でそうであればとは言ってもやっぱり金利の水準は全然違う、うん、アメリカは、ね、こうやって 4% を超えててで日本は 0.何% ってやつですから水準が違うのに値動きが同じだっていうことは要するに上がるときにはより高い水準のアメリカの金利の方が大きく上がるわけですよね。はい、下がるときも同様でアメリカの金利の方が大きく下がるわけですよ、ね、うん、ということは金利差っていうのが事実上アメリカの金利で決まってるわけです、はい、うん、そういうことですよね。そうですね、うん、そうであればこういう具合にね今週に入ってから日本の金利が上がっても、うん、アメリカの金利も一緒に上がってどちらかというとアメリカの金利の方がより大きく上がっているわけですから、うん、円安ドル高円安になるっていうのは、うん、当然したら当然であって、うん、でそこでやっぱり一つ確認したいのは、はい、今回の日銀総裁 のインタビューっていうのは円安阻止を支援することも実は裏のやられてないかみたいな考え方も、はい、一部にあるようですけれども、ええ、今言ったようなことからすると日銀 の影響力っていうのはやはりその日本の金利を通じてドル円に与える影響力っていうのはかなり限られて、うん、アメリカの金利で金利差が決まってドル円が決まるということであれば日銀 の影響を通じた、ね、ドル円 のインパクトっていうのはかなり限られると思って、うん、そもそも円安投資のために金政策を加えるということは僕はありえないと思うし、うん、でこれはもうセントラルバンカーに共通した思いだと思いますけれども、はい、過去 の歴史上何度かやっぱり金融政策を為替のために使って、はい、すごく苦い経験をしているので、うん、はい、もうこれは絶対やらないというのが染み込んでいると思うんですね。これプラザ合意あたりからちょっとお話を伺えればと思います。吉田さんが社会に出たのってプラザ合意の頃でしたっけ。そうです。そう1年目でプラザ合意だったんですよね、確かね。そうです。だからもう一番得意なところ得意なところですね。これすいません、これがだから
金融政策を為替のために使ったっていうことが結局どうなったのか、ちょっとこの昔のところから教えていただけますか。はい、大好きなところですから教えていきます、はい、ファーズ合意はご覧の通り、まあ、250円ぐらいだったドル円をあのドルの実質的な切り下げで合意するわけですよね、はい、ですからご覧の通りあのドルはその後から暴落するわけですけれども、さすがに100円ぐらい暴落して150円ぐらいになってくると、うん、あのこれを主導した G5 の中 ですね、もういいねと、うん、あの150円ぐらいでドルを安定させましょうと、うん、もっともっとドル下がるのちょっと逆にあの悪影響だからみたいな感じで、それでやったのがルーブル合意という、はい、パリのルーブル宮殿で、はい、あの G5 の、ね、あのメンバーが集まってこうあの合意するわけですね、うん、150円を前後してプラスマイナス5円、145円、155円ぐらいでドル円を安定させようというふうな合意をするわけですけれども、ええ、勢いついてやってるから止まらないわけですよ。はい、そうですね。これ、はい、ですぐに145円割れそうになっちゃうから、うん、であの少し修正ルーブル合意みたいな感じでレンジ変えたりとかするんですけども、はい、止まらないので、それで当時のアメリカの財務省が、ドイツは、まあ、この時はマルクなんですけれども、うん、ドイツに対してマルク高を止めるために利下げしろって圧力をかけるわけです。はい、うん、でドイツはご存じの通り2度の世界大戦の敗戦国で、うん、もう苛烈なインフレの、はいはいはい、記憶があるので、だからもう絶対インフレとは戦うっていうふうな、うん、世界一のインフレファイター、あのドイツの中央銀行ブンデスバンクはこんな為替のために、ね、あの利下げするなんてことは絶対あの受け入れないわけですね、はい、でそれであの財務省の方はドイツにプレッシャーをかけるためにさらにあのドル安誘導したりとかしてですね、それ見てさ、やっぱり金融マーケットは不安になるわけですよね、はい、その当時のやっぱりマーケットって G5 はアメリカだけでなんとかできるものじゃない、うん、ドイツだけでなんとかできるものじゃなくて、あの先進国が協調してなんとか安定させないとダメだと思ってるから、協調の分裂っていうのが大変なことだと思って起こったのがブラックマンデー、うん、はい、あのニューヨーク8世界同時株暴落、はい、なるわけですね、まあ、あのこんな教訓があるもんだから、あの為替のためにやっぱり金融政策を使うっていうのはもう大変なことになっちゃうっていう、うん、あの思いっていうのがセントラルバンカーに染み込んでるし、あのドイツとは違ってこの時に為替のために金融政策を使ったのは日銀なわけです。あ、当時の日銀、はい、あの結局円高止めるために必要のないあの金融あの利下げをするわけですね、はい、でそれがまあ1989年にかけて日本経済のバブルの引っ越しですね、うん、はい、日本はどうしてもそうやってあの為替に対して過敏 でそれを政治的に日銀に対して圧力をかける、うん、で日銀の独立性が弱いものだから、それについてやっぱりあの譲歩しちゃう、うん、その結果として金融政策がやっぱり後手に回りやすい、はい、あのそういうところがこうずっとあのその後もあのしばらくこう繰り返されてきてる、はい、だから、まあ、最近の傾向を見てもですね、あの円安を止めるために日銀なんとかしろみたいな目線で見るから、うん、上田総裁のインタビューもあのおそらくそういう狙いだろうみたいな、はい、あの考えるところが僕はあるんじゃないかなと気がして、うんうん、為替は為替で金融政策金融政策は別なんだから、はい、うん、それはほっときゃいいんじゃないかなと、うん、いつまでもね、あの為替のために今やっぱりデフレ脱却を目指す、まあ、最終局面みたいなところにあるんですから、うん、そういったところでね、円安少しのためにあのきしめあの緩和の見直しを早めるのっていうのは、まあ、本末転倒だと思うので、うん、あのほっとけないんじゃないかなというふうに思います。でまあ、その金融政策を使うかと大変なことになるという話になりましたが、ちょっとあの円安というと、まあ為替介入為替介入って今かなりみんなピリピリしてるんですが、ちょっと介入のお話を伺えればと思います。神田財務官が、今年の9月6日にあらゆる選択肢を排除せず適切に対応していきたいと言ってますが、これどうご覧になられますか。先週の発言ですよね。先週ですね、まず、はい、でちなみにあの去年の発言というのは僕は9月の8日までにあの決めたもんだなと思ってるわけですよ。で9月の8日にあの財務省と日銀と金融庁の三者会合があって、その後に神田財務官が記者会見であの発言したのがここに挙げているあの、言い回しなわけですけれども、
先週の発言って半分はこれと同じですよ。同じですね、はい。で、まあ、あの最後の、まあ、後半の方が為替市場で必要な対応を取るっていうのが、うん、僕がこの番組で何度か言ってきたみたいに、はい、あの為替介入を決めた時に、ね、使うセリフで、うん、で、まあ、先週の発言はここまでは入ってないので、はい、完全に決まったかどうか分かんないですけども、うん、少なくとも去年あの為替介入を決めたと後に直後にあの説明した発言とかなり似てるので、はい、まあ、もう寸前まで来てるんだろうな。で、去年なぜこの発言で為替介入が決まったというふうに言えるかというと、はい、それはまあ介入の値動き見てると明らかですよね。去年の発言があった頃145で介入開始したのが2週間後ぐらいですね。これ随分間空いてるように見えるかもしれませんけども、あのこの介入決めた9月の8日の発言の時って145円を超えずに止まってるわけですよ、はい、でしばらく145円を超えないわけですよ、はい、で、この9月8日の発言後初めてあの145円を超えてきたのが9月22日で、はい、そうするとすかさず介入やるわけです、はい、まあ、とても、まあ、あ、素直で素直、うん、決めたよって介入やる準備あるよって言って、うん、その行った時の水準よりも円安になったらもうすかさず介入してきてるので、はい、この時点で介入やることを決めたんだなっていうふうに言えると思うんですね。なるほど、うん、まあ、そういう意味で言ったら今回もあのそれに近いような発言になってるので、もう介入決まってるんだったらとても分かりやすくて、この間の高値を更新したら、まあ、分かりやすく言うと148円超えてきたらすぐに介入するんだろうし、うん、あの、まあ、まだね、あの決めたっていう風な時に使うセリフ言ってないので、うん、あの完全に決まってないんだとしても150円とか151円というこの間の高値を更新しそうになったりやるとか、まあ、そういう寸前まで来てるんだろうなと思います、ね、で、これ介入を始めると、まあ、どれぐらいの期間でどれぐらい動くかっていうのを過去の経緯まとめていただいてますが、こちらから言える特徴っていうのはどういうところなんでしょうか。昔は介入っていうのは始めてもその円安円高が終わるあの長い終わりの始まりでしかなかったんですよ、はいはい、あの介入やってから円安円高が止まるまで 2,3 年かかったりとか、うん、なんかそこから、まあ、あの 2,30 円さらにね円安円高になったりとかっていうのがあったんですけれども、はい、去年の場合はご存知の通りあの9月22日に介入やって145円で、それが10月21日、1ヶ月後に151円で終わってるから、はい、介入やってから1ヶ月で6円で円安止まってるわけです、はい、うん、これは過去最高記録ですよね。うん、うん、そうですね。最高というか、はい、まあ、最短記録ですね。最短記録ですね、はい、あの要するにかなりあの介入が成功するまでっていうのは短縮化されてきてるんですね、はい、うん、おそらく介入規模があの大規模になってるとか、あのちまちまとなんか、うん、あの毎日のようにずるずるやるとか、そういうあの官僚的なあのスタイルが、うん、あの変わってきてるっていうところが大きいと思うんですけども、はい、だから僕は今回の場合は1ヶ月どころか一発で決まるんじゃないかなっていうふうに思います、ね、うん、一発でかあの円安止まる可能性もあるのかなっていうふうに思います。去年の介入って1日で最大に使ったのってなんか8兆円とか使ってましたもんね。5兆円5兆円でしたっけ。5兆円です。5兆円でしたよね。円安としてのドル売り介入の最高は1日の最高は5兆円で、はい、ドル買い介入の最高が1日の最高が8兆円なんですね。ああ、そうですよね。なんかまあ大きくなってきてるってことです。だから早く効いてるってことなんですかね、これ。それにね、なかなかやっぱりこう最後の最後までやらないので、うん、引っ張ってやるので、はい、うん、まあ、前はやっぱりなんかどうしてやれって言うとすぐにやっぱり分かりましたみたいな感じでですね、うん、まあ、そういうのをアリバイ工作っていうふうにあの悪口を言う言い方もありますけれども、うん、聞かねえぞとか思ってても言われてるからやってますみたいな感じでやるとそれは 2年も3年も やるみたいに長丁場になっちゃうんですけれども、うん、最近の場合はなんかやるぞやるぞってなかなか簡単にやらないじゃないですか。そうですね、うん、だからやったらまあすぐに終わるんだろうなと。わかりました、吉田さん大変参考になりました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。マネックス証券吉田久志さんのお話でした。